どうも、高校生です。今日はですね、ちょっとテントの遮光っていうところにちょっと注目してご説明したいなっていうような動画となっております。テントの遮光なんですけれども、要は、太陽の光をどれだけ遮断できるかどうかっていうようなテントの性能になっていきます。この遮光をすることによって、じゃあどんな効果があるかっていうと、まあ、基本的には夏だったら太陽の光がイコール、まあ、暑さになるわけなので、この太陽の強い日差しを遮光を遮断してくれるということは、まあ、イコール、快適に涼しく過ごせると。で、逆にですね、じゃあその遮光をすればいいのかっていう問題ではないんですけど、例えば遮光をしてしまうと、これが今度はちょっと肌寒いシーズン、秋とか、まあ、それこそ冬とか、あとは春先ですね、3月4月頃っていうのは、逆に太陽の光がイコールあったかさに変わるので、それを、カットしてしまうことになるんですね。なので、遮光が正義っていうわけではなくって、自分たちがやるキャンプのシーズン、冬はやらないです、主に夏なんですっていう方は、まあ、遮光できるテントの方がいいと思いますし、いやいや夏はちょっと暑いし虫とかも気になるから、どっちかというと涼しいシーズンにキャンプやるんですよねっていう方は、そこまで遮光しないテントでもいいんじゃないかなと思うので、まあ、そこのテントを選ぶ基準の一つとして、ぜひちょっとご参考にいただければいいのかなと。実はまあ太陽を持ってくれたらそれはいいんですけど、物理的にちょっと無理ですので、ちょっとそれを再現するために、こちらちょっとスマートフォンのこの懐中電灯のこの機能をちょっと使って見ていきたいと思います。ぜひですね、お店でこれ実践してみてほしいんですね。で、スポーツオーソリティであれば自由にやっていただいても大丈夫ですし、他のお店でも、まあ、おそらく店員さんに一言声かけていただければやっても大丈夫なんじゃないかなと思うので、ちょっとこの機能ぜひちょっと使ってみてはいいんじゃないかなと。今回はですね、ちょっと僕の独断と偏見で遮光性能を、5段階評価でちょっと見ていこうかなと思います。5になればなるほど遮光してくれるテントで、1になればなるほどそこまで遮光しないテントっていうような形で見ていきたいなと思います。ではまず1つ目ですね、こちら、コールマンのタフ DX3025 というようなテントですね。これはコールマンを代表するですね、初心者の方でもお使いいただけるような、ツールームテント、ファミリー向けのツールームテントとなっております。はい。で、こちらですね、よく見てみるとカラーがグレージュといったカラーになっております。果たしてこのグレージュというカラー、遮光率はいかにと、この光がどんくらい光を通すのかと。じゃあちょっとやっていきます。こんな感じですね、この光がこういう感じです。はい、遮光性能はそうですね、まあ、5段階評価でいうところの3ぐらいになるんですかね。ただですね、この遮光なんですけれども、タフ DX というモデルはこちら、天井にルーフシートというものがつきます。これを1枚かぶせてあげることによって影の濃度が濃くなりますので、このルーフシートの下だとどうなるかっていうと、これぐらいですね。先ほどのルーフシートなしだとこんな感じですし、ありだとこういう形になります。はい、こうすることによって遮光性能はまあ3から4ぐらいまで上がるんじゃないかなと思います。なので、やはりこのルーフシートのあるなしっていうのは、実はまあ冬場の結露対策っていうところだけではなくって、夏場の影の濃度を濃くして遮光してくれますよっていう、この役割も果たします。なので、やはりタフ DX は結構遮光はしてくれるテントなんじゃないかなと。で、これを取り外せばいいので、肌寒いシーズンとかの昼間は太陽の光を入れるためにわざとルーフシートを外した使い方っていうのもありなんじゃないかなと思います。では2つ目になります。スノーピークからこちらランドネストですね。こちらもまあエントリーシリーズ となっているスノーピークの、テントとタープがセットになった商品になるんですけれども、こんな感じです。グッとこういう感じですね。そうですね、まあ
遮光性能は3ぐらいじゃないですかね。テントこっち側もちょっと見ていきます。こういう形ですね。こんな感じになりますね。完全にやっぱり遮光してくれるものではないので、ランドネストとしてはやはりある程度いろんなシーズンで使える、テントとタープとなっておりますので、まあ、冬とかちょっと肌寒いシーズンでもなるべく暖かさを取るための光の通し加減であったりとか、すごく光が入ってくるような生地の色ではないので、まあ、ある程度夏場でもなるべくある程度の遮光はしてくれるっていうような形となっておりますね。で、スノーピークはエントリーシリーズがもう一種類あるんですね。こういうアメニティドームのようなこういう色をした、テントがあります。で、今回はアメニティドームなんですけど、例えばツールームで L フィールドですねを、お考えの、まあ、初心者の方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、じゃあこのシリーズエントリーシリーズはどういう感じかなと見ていくと、こういう感じです。まあ、ランドネストとそこまであんまり大差ないかもしれないんですけど、まあ、なんでこれも遮光性能で言ったらまあ大体3ぐらいなんじゃないかなとは。なので、L フィールドも同じような光の通し加減となります。ただ L フィールドの場合、一番最初のタフ DX と同じようにですね、ルーフシートが、つきます。なので天井にルーフシートをつけることによって影の濃度が濃くなりますので、このアメニティドームよりももう少しだけ影の濃度は、濃くすることができますね。 L フィールドの方がある程度暑いシーズンとかでも多少は快適になるんじゃないかなと。では続いてですね、スノーピークからこちら、アイボリーカラーですね、いわゆる白幕と言われる、こちらなんですけれども、白ですね。白は光を通しやすい色と言われてますが、じゃあ実際どうなのかというところなんですけれども、こんな感じですね。やっぱり光を通しやすいですね。なんでまあかなり中は明るくなりやすいです。遮光性能、まああえてこれは5段階評価で1って言いますけど、これも実はルーフシートがついてますので、ルーフシートの上からだとこういう感じです。これがこういう感じですね。なんでまあやはりルーフシートがあるなしだとかなり変わってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、じゃあなんでこれ白幕アイボリーカラーがあえてあるのかっていうと、まあ、光を通してくれますので、逆に言えば冬場とかはやっぱりあったかいんですよね。光が、日の光が入ってくれるのであったかいですし、朝起きた時にしっかりと明るいという形です。なのでこのアイボリーカラーはちょっと寒いシーズンで、スノーピークとしてもすごくおすすめしているようなものにもなるんですけれども、ただですね、このランドロックのアイボリーとかもそうなんですけど、ルーフシートは実は普通のあのグレーのランドロックですねと形自体は全く一緒です。なのでこのルーフシート自体を白じゃなくて通常のカラーのルーフシートに変えたりすることによって、もう少しちょっと影の濃度が違ったりしてきますので、そういった形でちょっとルーフシートだけを変えてみようかなとか、まあ、色味がちょっと変わってきちゃうんですけれども、まあ、そういったあのデザインの仕方もありなんじゃないかなと。はい、では最後ですね、こちらコールマンからダークルームテクノロジーをちょっとご紹介いたします。このダークルームテクノロジーもう知ってるよという方多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、あえてじゃあどんだけ光の遮光をしてくれるのかっていうのをちょっとお見せします。この光ですね、この光が生地にかざすとこうなります。こういう感じです。こうです。はい、もう全く光を通さないんですよね。なのでもう遮光性能で言ったらもう5段階評価のうちもうマックスの5ですよね。もうこれ結構究極の形をしております。はい、ですのでもう夏場とかで使用していただくと、もうあのこの下に言うと涼しく感じるっていうよりはもうどっちかというと涼しくなってる状態を無理やり作り出すので、まあとにかくもう日本の酷暑夏っていうのは非常に厳しいので、まあ、そこに適したダークルームテクノロジー。ただですね、注意が必要なのは、じゃあこれ冬場逆に太陽の光であったかさを出したいっていう時には
それをカットしてしまうことになるので、そういったところはちょっと注意が必要になっていきます。最初冒頭でもお話ししたんですけれども、遮光が正義っていうわけではなくって、ある程度光を通す、わざと光を通すような生地で作ってるテントとかタープもございます。それはですね、わざと日の光を入れることによってあったかさを出しますよっていう、そこだけちょっと注意していただければいいのかなと。今日はですね、ちょっとコールマンとかスノーピークとか見ていったんですけれども、その他にもですね、ロゴスであったりとか、あとは小川とか、いろんなメーカーから、テントっていうのは出てますし、もうメーカーのそのテントの生地の色とかテクノロジーによって遮光の性能っていうのは多少ちょっと変わってきます。なのでですね、今日僕がやったようにスマートフォンのこの光をかざしてみるっていうのは遮光性能を見極める上ですごく有効的なんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、お店でテントをちょっと悩まれている方はこの機能をちょっと使ってみてほしいなと思います。もう当店であればもちろん自由にやっていただいて大丈夫ですので、ぜひですね、実際にちょっとかざしてみて性能っていうのを確かめていただければいいのかなと思います。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。